動きがあったんでしょうかね。あ、今。本日は、お忙しい中、また暑い中、時間が明確でない中、お集まりいただき、大変ありがとうございます。当初予定していた、倉本弁護士は、取材 NG と、なりました。本日は、お話しできないことが多いんですが、本日、我々が今行ってきたこと以外のご質問については真摯にお答えさせていただこうと思っております。何分大勢の方お集まりなので、順番に1問ずつ、まあ、ちょっと正直明るくてご指名したいんですけれど、ちょっと見えないので、どうぞ皆さんご協力の上、質問などしていただけると幸いでございます。で、あとですね、我々、それぞれ、心にまだ傷を負って病をの治療中でございます。私も、障害2級の状態です。あ、その辺も鑑みていただければ、幸いでございます。体調が、まあ、メンバー、私も含めてなんですけれども、体調不良なものが出ましたら、ちょっと、赤髪させていただくこともあるかと思いますので、どうぞ、その点ご理解、ご協力よろしくお願いいたします。では、質問受け付けさせていただきます。まず、基本的なお答えはできないんですけれども、手応えとしては、非常に、寄り添って真摯に重大問題として受け取ってくれた実感はあります。はい、真摯に対応していただきました。はい、35年前に、平本代表と告発文を書いてから、メディアの方、その時は誰も、来られませんでした。2社週刊誌載っただけで、全部スルーされていましたが、今日このように集まっていただき、本当に感謝しております。これが35年前でしたら、被害が相当少なく済んだと、思っております。これから皆様のご協力よろしくお願いします。皆さん、暑い中ありがとうございます。皆さん心から、聞いてくださって、こっちもちょっとうるってしちゃいました。まあ、私ら入らないわ、そんな感じで。はい、次どうぞ。あ、全員で同時に行いました。それはお答えできません。実際に測っていないので何とも言えませんが、2時間弱、大体2時間弱ぐらいだそうです、みんなの肌感覚では。はい、この中で受けたことあるのは、まだ受けてない。まだ、依頼はしているんですけど、まだ、特別再発防止特別チームと、私個人が会うのは、8月中旬になってからですので、ただ、申し上げられる範囲で申し上げますと、再発防止特別チームは、まあ、病気を別に、大げさに言うつもりはないんですけれども、指定した場所まで来いというスタンスなのは、正直、驚きを隠せません。
被害の状況というのは、皆さん何かこう、短くまとめたようなものでお伝えしたのか、それぞれ一人一人がお伝えしたのか、どうだったんですか？詳しくはお話しすることはできませんが、かなり、全員が、伝えたいことは、伝えられたと、また理解も得られたと認識しております。皆さんの思いの中でこう、事務所、ジャニーズ事務所の対応、それからまあ、今日はたくさんのメディア来てますけれど、これまでのメディアの対応、そういったことについて、ご発言されたか、それ発言されたとしたら、どういう思いがあったのかっていうのを、話せるところだけでいいので、お聞きしたいんです。これは今日の、ヒアリング云々という話ではなく、先ほど、林の方からもあった通り、35年前は、同じように告発をしたにもかかわらず、マスコミは取り上げてくれませんでした。35年前に今日のようにお集まりいただけていたら、少なくとも35年間分の後輩たちは被害を受けずに済んだと思っています。その意味で申し訳ありませんが、マスコミの方の責任はあると。断じざるを得ません。で、過去のことを憂いても仕方がないので、マスコミの皆様方には、これから、この問題が、一芸能事務所の問題ではなく、もう日本国家の社会問題である。それはもちろん、スポンサー企業もそうです。テレビ局、報道、してこなかったメディアの方もそうです。もちろん、ジャニーズ事務所にも、問題が当然あるわけです。ジャニー喜多川がすでに存命でないからという理由で、この問題を解決に導かないという答えはありえないと考えております。ジャニーズ事務所には、まず、公式の記者会見の場で、ジャニー喜多川の加害があったことを認め、それで、その上で、全被害者を救済すると、で、実際にその行動に移ってもらうということを深く願っております。これは我々の一途な思いです。その思いは、すいません。作業部会の方々にも伝え、しっかり伝えることができたという理解でいいですか？伝わったと思います。特に、はい、申し上げられることは、はい、紳士的に対応していただき、協力をいただけると僕は確信しております。はい、細かいところまで聞いてくださり、あとはもう期待しかないと思ってます。今回、たくさんお集まりいただいたにもかかわらず、厳しい要請があり、細かいところをお伝えすることができません。ただ、これまで私たちが受けてきた被害、そしてそれが報道されずに過ごしてきた日常、日々、病と戦う毎日、その上でこうやって表に出て勇気を持って発信を続けてくれる仲間たち、彼らにぜひこれからもフォーカスを続けていただいて、で、数多くの声を上げられない被害者の方がたくさんいると思っています。その方たちが、声を、私たちの当事者の会宛てにご連絡をいただければ、私たちが責任を持って、個人情報をきちんと守って、同じく、ジャニーズ事務所に対して、
対応を求めるということができますので、まずは報道の皆さんも、一過性のニュースではなく、これは社会的問題で継続的に報じていかなければならない問題だというご認識を強く持っていただきたいと希望します。調査部会の方たち、お話を聞いたときに、お伝えできる範囲内でいいんですけど、どのような反応だったか、言葉がけ含めて、話せるものがあれば教えていただけますか。真摯に対応していただいたっていうぐらいしか。ですね。印象に残ってるのは、作業部隊の方々が、本当に目を、話しているときに目をしっかり見てお話を聞いてくださいました。本当に心の底から話を聞いてくれていると、それは実感があります。今日、バレエ、フジテレビが企画しているバレエに関しては、ジャニーズタレントさんの起用を見送るという報道が出ました。これから例えば日テレさんの24時間 のテレビなどがあり、皆さんの思いとしてですね、今この事務所が1分の動画と A4 版5枚の紙だけで、会見をせず対応している状況で、現状、大体が、CM 含めて、ジャニーズタレントが出ている、報道番組、ドラマ、テレビ、続いている状況ですけれど、こういったことについて皆さんはどう思っているのか、作業部会の方にもこの旨は何か伝えられたことがあったか、お話できる範囲内でお答えいただけますか。お話はできないんですけれども、我々の個々、それぞれ個々の持っている思いは伝えることはできました。で、その上で、今、ここでの、別のお話としてさせていただきますと、24時間テレビが例年通り行われようとしていますが、それに対して我々がどうこういう権利はありませんが、世の中の方々はそれをどう思われるのか、逆に私たちは世の中の方々に伺いたいと思っています。報道の方々もどのように思っているのか、ぜひ教えていただきたいと思っています。この現状をどうお感じになられているのか、私たちは逆にそれが知りたいです。報道によりますと、フジテレビの方は国際大会となると海外の視点があるので、やはり国内でならいいけど、海外の視点が入る場合は厳しいんじゃないかということで、団長の思いでこう、今回のタレント起用を見送ったという報道でした。その国内でならいいんだけど、海外の視点が入るとダメなのかという、その発言自体が、私はその記事を読んでびっくりしたんですけど、皆さんが今、日本の政府、それから、芸能界全体がですね、今回のことを重く見て、ジャニーズだけでなく、いわゆる芸能界全体のセクハラ、パワハラ全体を撲滅するんだという声がなかなかまだ上がってきていません。この今の状況をどう見てるか、そしてこれはメディアの責任が非常に大きいと思いますけれど、これを変えていくためには、国内だから許されるということでなく、これを変えていくためには、やはり何をしてほしいかというあたりを答えできる範囲でいいので、お答えしていただけますか。はい。私たち、ジャニーズ性加害問題当事者の会を結成しまして、インターネットで発信を続けたりしております。で、取材依頼があれば、取材に応じるなど、ここで活動をしております。この歩みを一歩一歩進めるしか解決策はないと思っています。魔法はないと思っています。そして我々がされたことは心の殺人だと思っています。心の殺人罪を問うていきたいと思っています。はい。はい。ありがとうございました。じゃあよろしいですか、ね、すみません。事務的なことちょっとお伺いしたいんです。はい。今日はジュニアの皆さんは、ヒアリングには何人参加されて、
弁護士の方が同席されたですとか、そういったあの周りの方はどういった方が同席されたのかということを含めて分からない、あの OK の範囲で教えてくださいと。申し上げられる範囲としては、弁護士が1名、はい、日本人の弁護士が1名サポートとしてついていました。あと参加したのは我々4人ですか？全員です、はい。4人の方が、元ジュニアの方は4人が参加された。そうです、はい、ありがとうございます。平本さんは来られたんですか？来ていません。これ何か理由があるんですか？お答えできません。時間は結局どれぐらいの時間かかったんですか？先ほど申し上げましたけど2時間弱です。基本的にあの専門家の方からの質問に答えるような感じだったんでしょうか、それとも思いを先にいっぱい言われてその後質疑になったという感じなんでしょうか？その辺はですね、なんとも表現しようしづらいんですけれども、普通の一般的に性被害を受けた人が、救済を受ける際に、問われるような質問だったり、ご意見だったりを、コミュニケーションできた、そういう環境であったと思います。なので、ストレスはありませんでした。今、政府は小倉担当以下、その青少年の性加害は許さないということで対策取るということを言ってるんですけれども、被害者のインタビューをしただけで、事務所側ですとか、芸能界のいわゆる経営者陣等々の、経営者側の質疑については、今のところ検討してないという話をしていました。国連の作業部会は双方に対してヒアリングをするという中で、今のこの小倉大臣以下の政府の対応について皆さんが感じることはありますでしょうか？私たちは一票を投じる以外、政治に対して何か物を申せる立場ではございません。ただ、有権者の皆様が、今回の問題を社会問題だと、政府が、政治が動く問題だと、皆様が捉えてくださったときに、その選挙で選ばれる、議員の方々は、その投票権を持つ一人一人の方の声を無視できないと考えております。逆に今、政府が動いていないのは、まだまだ一般の方々にの投票行動につながらないと。この問題は政治を動かすレベルではない問題だと、政治が認識をしている表れではないかと考えております。それから2000年の時にですね、4月、坂上さんという自民党の議員が当時の週刊誌報道をベースに、ジャニーズタレントの飲酒喫煙、この問題と、それから性加害、こういう疑惑がある。で、彼自身も、元ジュニアのタレントさんの母親から手紙を受け取ったということで、この問題がどうなっているのかと問いただしています。で、その時に、警察庁、法務省、それから、警察庁、法務省、厚生省、当時の、各担当局長が、飲酒喫煙に関しては警察庁の安全担当局長が、指導し、話を聞き、注意をしたということを国会で答弁しています。性加害についてはこの3省を含め連携して、しっかりこの問題に対応すると、2000年4月に言ったまま、その後、2004年に、民事で性加害が確定しても、全く政府として動きがなかった。ちょっと昔の話になりますが、まさにその時動きがあれば中村和也さんなんかは救われたかもしれないと思ってます。その当時の政府の動き、それについて皆さん感じることだからこそ、今の政府がこういうふうにすべきではないかということがあればお願いします。先ほども申し上げた通り、私たちが、政府に対して何か働きかけをできるような存在だとは、毛頭思っておりませんが、それができるのは今これをご覧になっている、この情報を目にしていただいている日本国民の方々の双肩にかかっているものと思っております。何事も小さい意見ではありますが、それが大きなうねりとなって
国家世論と何、国際的なグローバルスタンダードの観点から見ても、これはおかしいことだと、おかしいものをおかしいことだと、一般世論が気がついて声を上げれば、過去の経緯はどうあれ、これから未来は変わっていくものと期待をしております。すいません。今日この場所は原宿の合宿所がすごく近いですけども、何かこの場所を選んだことは理由あるんでしょうか？この場所を選んだというよりも、本日は、大きな規制がかかっている中、あらかじめ記者会見を設定するということができませんでした。皆様、報道各社様の、独自の取材に基づいて今日、お集まりいただいたものと解釈しております。私どもの方からは、情報は一切公開してはいけないことになっておりますので、このような、場所で、お話をさせていただくことになってしまいましたが、いずれ、作業部会が、これはもうすでにオープンな情報だと思いますけれども、記者会見を行います。その後に、我々当事者の会としても、統一見解を改めて発表させていただければなと考えております。すいません。今、石原さんたちが被害者の会立ち上げられてますが、新しく被害を訴えられている方の声は届いておりますでしょうか？あともう一点、メディアの状況、35年前とは違うということを今お話しされましたが、その先にいる、国民、市民の話も今石丸さんされましたけれども、特に、ジャニーズのファンの声、何か石丸さんたちに直接届いている声があれば教えていただきたいんですが、いかがでしょうか？一部の声として、この問題にもう触れてくれるなと、もう過去の話じゃないかというご意見を賜ることもございます。ただ、私たちの現状としては、現実的に病院に通い、働けない状況が続き、国からの税金で私などは生活保護の状態で暮らさせていただいております。これは、国民の皆様にご負担をかけていることを考えると、私は非常に心苦しいです。ですので、救済という意味でも、一刻も早く金銭的なものを要求するというだけでなく、心のケアといっても受けてしまった性被害については、この記憶を消すことは誰もできません。一生付き合っていくものです。一生付き合っていく心の戦いを助けてもらえるような行動をジャニーズ事務所がどのような方法かは分かりませんが、一人一人の被害者に向けて行ってもらえるよう希望します。もう一点、被害を訴えられている方は今被害の方に新たに声は届いていますか？被害者の方も。はい、まだ、ホームページ等、開設して日も経っておりませんので、続々とというわけではございませんが、少しずつアクセスをして来られる方はいらっしゃいます。まだまだ努力不足な部分がございますので、日々発信を続けることで
一人でも多くの、ジャニー喜多川から被害を受けた全ての方が、当事者の会に、お声をかけていただければ、私たちは全力で、サポートをしていきたいと考えておりますので、ぜひ声を上げて、声をかけていただければと、思っております。ジャニーズ事務所自体はまだ二人しか直接被害者の声を、ジュリーさんは会って聞いてないということです。で、今、少なくとも7人の当事者の会の方いますけれども、どなたもお会いしてないという現状、それから、再発防止委員会の最終報告が出たら会見すると、いつになるのかも全く言ってません。これは今の事務所の対応を皆さんどういうふうに受け止めていらっしゃいますか？どういうふうにというよりは、私たちは一日一日を暮らしていくことに精一杯です。みんな、そうです。会のメンバーだけでなく、おそらく声を上げられない被害者の方々は、それぞれの状況で苦しんでいると思います。私たちは、今、声を上げられる人間が、声を上げてるに過ぎません。そして彼らの代弁となれるよう日々努力していくしかないと考えております。この問題を解決するのは我々ではなく国民の皆様のご意見だと思っております。我々は発信を続けます。あとはどうなってほしいというよりは、国民の皆様がこれをどうご判断なさるのか、私たちは信じて日々発信を続けていきたいと考えております。石丸さん、今日わざわざ国連が来てヒアリングやったわけじゃないですか。どうですか、向こう側として。日本の性加害の問題とか、ことジャニーズの社長による未成年への加害、どんな受け止め、どんな反応を示しました？まあ、細かいことはお話しできませんが、話を聞くということに終始されていて、それがいいことだとか、悪いことだとか、ジャッジメントをするような発言は一切ありません。あくまで、それぞれの思いを聞いてもらって、それを、記録していただいて、それが、どの程度反映されるものか私たちにはわかりません。それは、発表を待ちたいと思います。じゃあ、そんなに驚いてたとか、結構深掘りされたとか、そういう感じはなかった？私たちの伝えたいことは十分全員が伝えられたと思っています。ただそれをどう受け止めてどのように今後生かしていくのかということについては私たちは分かりません。ジャニーズのこの問題を機に、音楽業界、芸能界、メディアの問題、さまざまなことにいろいろ波及していくと思います。その芸能や、音楽業界等がどういうふうになっていくことを皆さんこの事務所の問題をきっかけに願っていますか？すごくシンプルなことだと思います。やってはいけないことはやってはいけない、それだけだと思います。何かトレードオフのような性加害を受けることによってトレードオフとして芸能界にデビューするような、それは男女問わず、どこの事務所問わず、そういう習慣が、もし現在もまかり通ってるとしたら、それは異常なことだということを、もう社会全体が、業界全体が、もう認識して、あくまで法にのっとった、そして人権にのっとった活動を、スポンサーも、音楽業界も、芸能業界も、一般市民も、
人権侵害のないような国づくりを同じ方向を見ていくことが第一歩なのではないかと考えております。それから皆さんのいろいろツイッターなんかを見ていると、告発した以降一部批判的なツイッターが出てきたり、誹謗中傷を重ねているようなところがあります。ジャニーズのファンの方の中にももしかしたらそういうことをやってしまっている人はいるかもしれないし、逆に皆さんを応援しているペンライトのような方たちもいます。誹謗中傷している人たちに対してですね、どういう思いを伝えたいかということをこの場で言っていただけますか。ご意見は自由だと思います。それがたとえ悪意があったものだとしても、表現の自由の観点から、そういう、まあ、私たちの考えとは違うご意見をいただくことはやむを得ないと思いますが、逆に私たちの権利として、例えばツイッターであれば、心を痛める書き込みに対してはブロックをさせていただいたり、そういうことで自分たちの心の健康を保っている状態です。特に問題なければ以上にさせていただきたいと思います。ちょっとそろそろお時間も、遅くなってまいりましたので、はい、泉さんにちょっと仮面の泉さんにお聞きしたいんですけども、今回まあ初めて、他の皆さんはこの前メディアさんに出てたんですけども、今回の当事者の会に初めて参加されて、マスクという環境ですけども出られました。お孫さんや娘さん、ご家族がいる中で、なぜこの当事者の会に出てそういった形で戦おうと思ったか、ご家族の言葉とかっていうのがあればちょっと教えていただけますか。私が思うのは、親と何母親の気持ちで、僕も中1の時に被害に遭って、月曜日のレッスンの次の月曜日、朝すごく母親に会うのが嫌で、必死で隠しながら学校に行った覚えがあります。でもやっぱ母親って顔を見れば、あれっていうのがわかると思うんですね。それをあれないように、と思った記憶が、ちょうど合宿所の前に撮って思い出しました。今回背中を押してくれたのはどなただったか。会の皆様と、あとメディアの皆様も取り上げてもらってるので、今かなと思って決心して会に入れていただきました。突然ちょっと体力的にも厳しくなってきたので、心当たりで終わらせていただきたいと思います。本日はちょっと制限のある中でお集まりいただき、またたくさん集まっていただいて、ぜひこの問題継続的に報道していただければと思っております。本日の件については、詳しいことはお話しできませんが、今後、個別に、何か、過去の体験を聞きたいとか、思っている思いを聞きたいとかということであれば、当会にアクセスしていただければ、逐次、できる対応をさせていただきたいと思っております。何卒当事者の会の活動をこれからもよろしくお願いいたします。ではこれで、会見を終わりたいと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。では皆様、それぞれで撤収さされてください。はい、ありがとうございました。今、ちょうど。名刺交換とか必要な方は、引き出しますので。はい、今、会見がちょうど終わったところで、心の殺人であるということであるとか、いろいろ印象的な言葉もあったんですけれども、